ニセコ連邦は北海道の西部にある悲惨群である。ヒラフから大殿峠までを東西に渡って伸びる。長さは東西約 25km、南北 15km。最高峰はニセコアンヌプリで標高 1308.2m。ニセコシャコタンゴたる海岸国定公園に指定されている。この連邦は新見峠を境にして、 東山系と西山系に分かれる。東山系が急峻で中期から新規火山群に対し、西山系が高層出現の発達したなだらかな古希火山群となる。登山道は縦横に張り巡らされ、とりわけ新鮮沼出現周辺に至っては、遊歩道化されるなど北海道の山岳で中では、最も整備の行き届いた山系である。 コンパクトな3域内で選出の異なる数多くの温泉が湧き出しておりスキーやアウトドアスポーツのメッカとして人気も高い。ニセコアンヌプリの溶岩流場にはスキー場が広く整備されておりリゾート地のニセコユナイテッドとなっている。ニセコ連邦の地形図ニセコ火山群が右側、雷電火山群が左約200万年前から活動を開始した火山で 安山岩室の溶岩流や溶岩ドームを形成する活動を主とし、火災流や岩節なだれた遺跡物なども認められる。おおむね古い火山ほど西に、新しい火山ほど東に分布している。関心余に活動が確認されている火山は岩尾ヌプリのみで、江戸時代後半や20世紀初頭には山頂部で噴気活動があったことが記録されている。最新のイベントは、 約7000年前に発生した水蒸気噴火とマグマ噴火。ニトヌプリとチセヌプリにも新鮮な火山地形が見られるが、年代測定が行われていない。太地は活火山、斜地は新鮮な火山地形を保っている。火山東部山岳より記す。小数点以下が記載された座標は最高点に位置する三角点の座標。 三角点の等級は本来関数字であるが、再配列可能な表のため、アラビア数字で表記している。ありがとうございます。